こちら情報処理の専門学校なんですが、中ではですね、今皆さん真剣な表情でパソコンに向かっています。実は今オンラインである試験を受けているところなんです。取り組んでいるのは民間の IT 資格試験の模擬テスト。本番もこの教室で同じようにパソコンでオンライン受験することができます。しかしそれだけではありません。埼玉県では構造改革特区の申請をしていまして、その申請が通れば来月からはこの試験に合格すると国家試験の一部が免除になるということなんです。埼玉県が申請しているのは IT 人材特区。ある一定の民間資格を取得すれば合格率 13% 程度と言われる初級 SE の国家試験で、一部の試験を受けるだけで済むというものです。次のうちトップレベルドメイン名であるものを選んでください。お、B。 また正解、選択肢全てなんですって。全く何を聞かれているのかわからないですね。民間の問題も難易度は国家試験レベル。しかし年に2回しか受けられない国家試験に対し、民間のオンライン試験は受験のチャンスが多いのが特徴。受験生の利便性が高まるといいます。民間資格からステップアップということになれば合格率は格段にアップすると思います。やはり 50% 以上はですね、取れるようにしたいなと。現在 IT 人材特区の申請をしている自治体は40ほどあり、今月中にも国から認可される見込みです。申請する自治体は特区に大きな期待を寄せています。現在埼玉県自体がですね、かなり企業誘致を進めておりますので、県内でカバーできますというとの、そういうこともまたですね、企業のこの進出する理由の一つでもあるんです。今中では情報処理の社内研修が行われているんですが、この企業がある大田区も今回特区の申請をしています。大学や専門学校だけではなく、こうした企業も特区をうまく利用しようと動き出しています。 SE を多く抱えるこの会社では、社内研修で民間資格を取らせ、その先にある国家試験の取得を社員に推奨しています。非常に広範囲な基礎的な勉強が必要となりますので、必ずしも全ての方が簡単に取れるというわけではありません。なかなか取れない人にとっては副音だと思います。こちらがシステムエンジニアの職場になります。このフロアで多分200-300名。日立システムは4500人いる社員の9割をシステムエンジニアが占めています。 SE の仕事領域は増えているのに、ここ数年新卒採用に応募してくる学生は減少傾向にあるといいます。昨年あたりから不足感が出てきています。その人員を確保するというのが今非常に大きな経営課題になっています。きついというイメージが先行している SE。 最近はアジア諸国出身の優秀な SE たちの活躍も目立ち始めています。この技術者たちがもう真面目で、技術的にもレベルが高いんです。でも日本の方のレベルが落ちたわけではなくて、向こうのレベルが上がってきたという感じですね。国の根幹を支える IT 技術、 IT 人材特区の試みは若者の SE 離れに歯止めをかけられるのでしょうか。